そう、それでですね、私昨日ね、昨日ですね、日曜日ですからね、ちょっとね、お客様とお話をいろいろさせていただきました。そう、昔の先代の荻山さんを知っているね。先代の荻山さんを知っている。やばい。で今あそこのね、店長をされている方もまだ入りたてでね、はい、まあ、デッチ暴行みたいなって言ってましたけど、もう何十年も昔の話ですけど、いやそう、っていうような話をされてるんですよ。いやもうなんかめちゃくちゃ、それめちゃくちゃですねみたいなね。どういう認識なのか分かりませんが、はい、ちょっとね、最近なんで、去年のね、まさかね、うちにね、来ているお客様がですね、まさかね、荻山さんのところで、最初の頃、荻山さんのところで買ったら、すごいと思わなかったですよ。まさかね。ね、世の中狭いですね。それで、知り合いじゃないですよね。あそこなんかやってくれるぞみたいな、そういうんじゃないですよ ね。私基本的にはですね、そういうやっぱりこうね、何かを連想させるようなもの、やっぱそれはちょっとまずいんで、やはり、で私そういう人間じゃん、昔を知ってる方は言うと思うんですけど、私そういうの全然ない。どちらかというとそういうのところは真逆のようなね、あれでしたから、そういうのってなんだかわかんないですけどね。そう、なんパラ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 とか、バラ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 とかね、そうやって走ってる方とかいらっしゃいますし、あとね、夜な夜なね、それ1台じゃなくて何十台何百台って連ねてとかね、そういう世界とは程遠い。大体バイクの免許を持っとったのが25くらいの時でしたから、はっきり言ってですね、全然そういうのなかったんですよね。仕事を受けてるわけじゃない。結局ね、今日もね、ネジをね、あ、これ合いますねっつって、うん、でもお金いただかなかったですね。だからお客さんではない、うん、お客、あ、でもお金もらわなくてもお客になっちゃうんですか。いやーもうね、はい、しかもね、爆音で帰って帰りましたけどね。やっぱり早く認証工場になってってそういう問題じゃないですけどね。認証工場になったら断れるのかってね、そういう問題でもない。別に断るあれもないんですけど、まあ、そういう状態で来た車両をいい状態、ちゃんとした状態にして お返しするっていうのがやっぱり本来あるべき姿かもしれないですね。どうしてこう話題性のあるネタになるような車両が来るんだって感じですね。まあ、あえて私は何も聞きませんでしたが、で帰って帰ったんでね、あ、早速じゃあこれで映像を撮ろうなと思ってやってたらですね、なんかまたボロボロボロと音が来るんですよ。であれなんで、戻ってきたかとか一応思ったんですけど、そしたら目の前をふっと通ったマジェスティなんですよ。でも音ちょっと静かでしたね、うん、音は静かでしたけどマジェスティでなんだろうと思って、そしたらこうそのまま行っちゃうので、ほら店の前をただ通ってそのまま行っちゃうバイクって結構あるんですよ。ただですね、なんか U ターンして戻ってきてるような音がするんで、そしたらね、うちの前にそのまま止まったんで、ちょっとお話をね、
ていただいたんですが、そしたらなんか、V ベルトですか、あとラジエーターのパイプがどうのこうのってことですね、いくらぐらい交換するといくらぐらいになりますかねっていう感じで、ラジエーターパイプじゃあそれお調べしますよということで、ちょっとねヤマハのホームページで大体金額分かりますから、ね、であと友人のバイク屋のちょっとあの工賃どれぐらいなのっていうことで、基本作業時間ですかね、それをちょっと聞いたら、まあ、こんなもんなのかな。でパイプ、さすがにラジエーターパイプの方やったことないと、スクーターばっかやってるとこですけどやったことないって言ってね、で、まあ、目安としてはこれぐらいかねって、やっぱりまあそれぐらいだよねっていう話で、はい、ちょっとねお話をさせていただいたんですが、大丈夫です、商談の話ではございません。なかなかね、あのうちもこんなになかなかね入出金ないんですよね。あ、そうだ、お金はいくあれですか、現金だけですかっておっしゃったんで、いやペイペイも大丈夫ですよと、いう話はあのさせていただいたんですが、どうなんですかね。いろんなことがありますが、はい、そういえば近所の鍋くんはあれですよ、ジムニー乗ってるんですけど、ワンボックスカーのジムニーですよ。ジムニーはねオートマらしいんですよ。オートマですか、マニュアルがいいですよね、まず僕言っちゃった、マニュアルがいいですよ本人もマニュアルがいいって言ってました。ただうちのかみさんがです、ね、うちのかみさんがオートマ限定免許なんです。でオートマを買ったらしいんですが、で運転してますって言ったら、ね、一回も運転してないって言って、結局運転この後も多分運転しないって言って、じゃあマニュアル買っときゃよかったですねみたいな話で、やっぱりねもうマニュアルですよって言って、そういう話になりますよ。やっぱりマニュアルですよね、何がいいんですかね、マニュアルってね。っていう話をね。繰り返しになってしまうんですよ。やっぱりクラッチですよね。クラッチがなかったらもう多分つまらないんですよね。ただそれだけのことなんですよ。こうやってポンポンポンとシフトアップを繰り返していく、ね、時にはシフトダウンをする。そしてその時に、食べる時にクラッチを、ペダルを踏み込む。まあ、これがですね、踏み込んでつなぐ。この行為が楽しくて仕方がない。楽しくて仕方がないというとあれかもしれませんが、知らず知らずのうちに実はそれが楽しくいいんだっていうことに私は最近気づいたわけでございます。はい、ね、なかなかオートマチックでもね、オートマチックであのマニュアルモードっていうのがついていて変速できるじゃないか、だからそれでいいじゃないかっていう方もいらっしゃるんですよ。でもマニュアルモードのついているオートマチックを運転したことは何回もありますが、また、ね、相方も持ってますし、ただですね、実際それで運転しようと思わないんですよね。また運転しても楽しくないんですよ、うん、それは何なのかなといろいろ考えた結果が、あ、みんながいらないと言っているクラッチペダルが実はそれが楽しい元なんだなっていうことに、最近気づいたわけで、ね、はい、そんなわけでですね、私は今日も、マニュアルの軽トラック、こちらを運転しながらですね、近いんですが、今日はお昼を食べていません、今日もですかね、なのでちょっとね何か買ってどっかで食べたい、うん、そんな感じがするわけでございますが、規則正しい生活、ね、朝食事をして昼食事をする、そして夕方食事、夜食事をして、ね、寝る前寝る何時間もに食事をして、そして寝る前には、食べないで寝る、ね、それがいいのかなと、健康を保つね、はい、秘訣なのかなと思ったりもしますが、皆さんいかがでしょうか。はい、さあそんな感じでですね、いましたね、セカンドストリート。あ、それで先ほどですねお電話をいただきまして、この話は先ほどしました、しましたね、うん、やめておきましょう。はい、というわけで、店長武蔵とその仲間の社内動画、多少今回は
図が違うのかなと。店長がね、店長だけ写してるのが一番いいのかな。店長の一挙手、まあまあいいですね。店長がね、どんなあれなのかね、それをこれ運転してる時に私の方にもし来るようなことがあると、そこの部分の動画はカットですよね。危ねえじゃねえかとなっちゃいますから。ただ店長ですね、なぜかしら、うちの武蔵はですね、運転してる時はね、おとなしくしてるっていうね、そこがいいところでございます。でもやっぱりね、まれに全くないのかっていうと、やっぱりね、なんかうちの私の方になんか来たがる時が過去にはやっぱりあったのかもしれない、絶対あったとは言い切れないんですけどね。でも記憶あんま記憶ないんですけど、でもなんかやっぱりね、来ようとすることがあったような気がするんでね、やっぱりそこはね、人間ではございませんのでね、どうなの、ちょっとどうなんだよ、ん、何言ってるわんって感じですね、ねえ、そんな感じで新たな始まりますんでね、よろしくお願いいたします。